日本が誇る推理作家、江戸川乱歩が生み出した、名探偵、明智小五郎役に、俳優の西島秀俊が挑んだ、スペシャルドラマ、名探偵、明智小五郎が、テレビ朝日系で放送される。30日、第1夜、シャドウ警察データベース流出。犯罪者連続殺人、告示11時10分と31日、第2夜、ヴァンパイア巨大病院サイバージャック。告示11時5分の2夜連続。明智が登場する乱歩の小説に詳しかったり、木村久志監督の演出が好きだったり、ジャッキー・チェンの映画よく見ていた人が見たら、いろいろ楽しめる、小ネタ満載と言われる本作。ぶっちゃけその全てに当てはまらない人が見ても、おそらく、十分に、斬新な明智ワールドを楽しめるはずだ。現代を舞台に蘇る西島版、明智小五郎。原作の神出鬼没な、怪人二十面相を、世界的ハッカー集団、ファントム22に置き換え、ネット犯罪の脅威が忍び寄る現代日本を舞台に、した、オリジナルドラマを創作。西島も完成披露試写会イベントで、怪人20面相が現代にいるならば、きっとハッカーのように顔の見えない、犯罪集団になるのではないかという、最初の発想がすごく面白かったと語っていた。西島版明智は、サイバーセキュリティ企業、AK ロジスティクスの元 CEO で、現相談役。自宅兼オフィスの明智事務所を密かに開業。徐々にサイバー攻撃をきっかけにした事件の相談を持ち込まれるようになる。一瞬にして暗号解読してしまう明晰な頭脳、ニコニコとした朗らかな笑顔、ひょうひょうとした行動、コーヒーをたしなむあたりはオリジナルの明智と同じ。さらにサイバー系の知識と技術が加わり、西島得意のアクションも炸裂。身近にあるものを使い、時にはパンチや蹴り食らって、ひょいと意表をつく。それがジャッキー・チェンへのオマージュ。これまでやってきた本気のアクションというよりは、完全にジャッキー・チェンさんを意識したアクションをやらせていただいたので、自分の中で新しい地平が広がったなと感じていますと、西島。本作で意外な新境地を開拓したのは、小林義雄役の伊藤敦史も同じだ。オリジナルの少年探偵団の小林少年を、本作では警視庁刑事部サイバー捜査支援室の小林捜査官として捜索。明智に振り回されながらも、事件と真摯に向き合う、真面目な男なのだが、滑舌が悪いという設定。伊藤も先のイベントで、僕は、日頃から滑舌に自信がある方でない役者なのですが、そこを見事に拾ってくれたのが、木村監督かっこ笑い。台本では一箇所だけ、あれ？噛んでない？と言われるシーンがあったんですけど、それがどんどん膨らんでエスカレートしていったと明かしていたが、実際、かなりの頻度で、小林捜査官が噛むシーンが登場する。その他、主演で強烈な、木村組常連の皆さんがたくさん出ていらっしゃって、もう、くせ者しか出ていない。かっこ笑い、西島というキャスティングも絶妙。明智の妻、文夫を演じる、石田ゆり子。明智事務所のハッカー集団、チーム BD のメンバーに、池田哲代、大倉浩二、上田遥、黒電話と呼ばれる謎の男を、生瀬勝久、さらに謎すぎる男を演じるでんでん。小林の妻、真由美に、岸井ゆきの、真由美の母、桜に伏せり、明智の能力に一目置き、小林に、彼を、サイバー犯罪捜査のアドバイザーとしてスカウトするよう、命じる、警視庁刑事部長、波越健次郎を演じる、香川照之など。
平成最後に出会うのは間違いなく新時代の明智小五郎だ。